こんにちは、ブルです。私たちの生活の中心には DIY で作ったものたちがあります。家にいる時間大半を過ごすのはダイニング。このダイニングに置いてある存在感がある食器棚も DIY で作ったものです。自分たちの生活スタイルに合わせて何が必要か検討し作り上げていったものたちがいくつかあります。今回は改めてその造作たちを紹介していきたいと思います。まず一つ目が冒頭でも述べた食器棚。これはもともと移住する前のお家で使っていたものをリメイクしたものになります。以前はキッチンのカウンター下のスペースを有効活用したいという気持ちから、制作したものになります。今は上下左右に板を追加して自立式の食器棚にしています。自分たちのお気に入りの食器や飲み物の道具たちを飾るように見せられるのがお気に入りのポイントです。正面の扉こそついておらず、埃が気になる方もいらっしゃるかと思います。ですがよく使う食器たちばかり厳選して置いてあるため、高頻度で洗えるようにしており、今のところ埃が気になることはありません。2段目3段目に関してはアングルで止めていますが、一番下の段に関しては労力削減で板を置いてあるだけです。透明なグラスが並んでいる様子がまたたまらなく好きです。材料費としてはアングルやネジなど全て含めて2万円ほどかかっていますが、これから引っ越す時など分解して端材を違う家具に利用できるので高い買い物だとは思っていません。何よりこの存在感と多様性が気に入っています。また高さもコーヒーを入れるのにちょうどいい高さにしています。時には急須などをどかしてパソコンの立ち作業のテーブル代わりに使うことも。今日は朝入りの豆がたくさんあったので氷出しコーヒーを作っていきます。朝入りはアイスコーヒーにするのが好みです。できるのはだいたい7時間後くらいです。一滴一滴じっくりと抽出していきます。出来上がりが楽しみです。コーヒー豆を挽いた際に静電気で粉がこぼれ落ちてしまいます。そんな時用に棚の横には卓上ちりとりをかけています。 DIY だからこそあったらいい場所に物を取り付けられるのもいい点です。続いてキッチンに移ります。ここで紹介するのはキッチンの作業台。作業台の上にさらにコの字の棚を置くことで収納量が倍増します。ここには瓶に詰めた調味料やまな板、お茶っ葉などが置いてあります。机の下は四角になっているのでゴミ箱や配線なども隠すようにしています。作業台の奥行きは45センチ。一般的なキッチンの奥行きよりも少し狭い作りですが、何か物を切ったり混ぜたりするだけであれば十分なスペースです。料理で使用するのはもちろん、我が家では洗い物をすぐ拭くようにしているので、拭き終わったものを一時的に置く場所にしたり、
何かとキッチン以外に台があると便利なことがたくさんあります。拭いたものは元の場所に。この作業台のすぐ隣に調理道具をかける収納を作りました。簡単に 2×4 材をはしごのように組み合わせたものになります。フックを取り付け紐で引っ掛けられるように。細かいところですが、ネジの向きによって調理器具の見え方が変わってくるので、微調整して綺麗に見えるように飾っています。また巻きネッタや焼き網、また小さいまな板などもここに置いています。板は窓枠に合わせています。ぴったりと合わせることによって奥行きが出て瓶などが収まるようになりました。4つ目の DIY はこちらの有孔ボードでできた壁。キッチン側にはザルや蒸し器などの調理器具、下の隙間には今は梅酒の瓶を。専用のフックで好きな場所に好きなものをかけられる、そんな自由が利くのもいいところ。我が家には照明のスイッチがないため、側面には IKEA のリモコンスイッチを取り付けています。反対側には時計や鍵など外で使うものを。昔の動画でも紹介したことがありますが、玄関に近い場所に位置するのと、部屋に入って正面に洗濯機置き場があったため、それを見えなくするために壁を立てたいという気持ちから、ここに壁面収納を作りました。先ほどのキッチンツールと同じくフックを取り付けています。ここには買い物袋などをまとめて。ちなみに木材は基本このワトコオイルで仕上げています。色はミディアムウォルナット、濃すぎず明るすぎず自分たちの好みの色です。木目も綺麗に出してくれます。そんなこんなでお昼ご飯の時間。私たちの暮らしは今紹介させていただいた DIY を中心にできています。どれもこれも作ってよかったと思うものばかり。もっとこうしたい、形を変えたいなど出てきても、多少であれば変えていけるのが DIY の強みだと思います。食器棚はダイニングの空間を充実してくれます。毎日飲み物を入れることや食器を選ぶことを楽しみにしてくれます。キッチンの造作は手の届くところに調味料や器具が置けるので、料理のしやすさを格段にアップしてくれました。そしてこだわって買った調理器具たちに囲まれる環境は、キッチンに立った時のモチベーションが上がります。とは言いつつ、正直キッチンから食器棚が遠いのは何とかしたい気持ちではあります。でも今はこれで十分です。
つはバター醤油にしてみる。そしてもう一品、ミネストローネもできました。というわけで、そろそろお家を出る時間。玄関への通り道にあるこの壁面収納のおかげで、時計のし忘れやイヤホンをなくすことがなくなりました。少しは忘れん坊の僕にはぴったりの DIY です。それでは行ってきます。以上、暮らしを豊かにしてくれた DIY の紹介でした。皆さんの暮らしの参考になれば幸いです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。そういえば氷出しコーヒー最高に美味しかったです。こんなに味に角がなくなったコーヒーを飲むのは初めてかもしれません。ぜひ皆さんも試してみてください。